私も小さい時からよく美空ひばりさんを聞いてたんです。その美空ひばりさんの中で私が一番好きな愛さんさんです。雨さんさんとこの身に落ちてわずかばかりの運の悪さを恨んだりして、人は人生。
そういうものに私はなりたい。空が青い、雲が白い、お日様は暖かい。鳥が歌う、声がする、心が安らぐ。雨が降って大地が潤って、そこに花が咲く。日常に柔らかな素敵な溢れている、そういうものに私はなりたい。特別なものではなく、そういう決まったので、まだ行ってないんですけどね、この夏に岩手に行けることになったので、ちょっと自分の目でも見てこようかなと思うんですけど、去年の5月に茨城にライブに行った時に、茨城も海沿いがすごくたくさん被害を受けていて、そういう状況を見た時に思ったことを、一つの曲にしてみます。一つという曲を聴いてください。見渡す限り、右も左も地球が溢れている。風や緑や海や空や地球が溢れている。僕はその中にぽつりと落とされた小さなものだから、あふれる地球を包み込むことなど到底できないんだろう。だけど思い切り
誰が羨ましかったりとか、
誰のようになりたかったりだとか、いろいろブツ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 言うんですけど、でもやっぱり今日ここに立っていられるのも、私が私として生まれて、私として今日まで過ごしてこれたから、ね、島だけだったり大場祭典だったり皆さんだったりに出会えて今日ここで歌えているんだと思うので、僕でよかったな、自分でよかったなって思うようになりました。僕でよかったという曲となります。ありがとうございました。
それでは島田家が演奏したいと思います。よろしくお願いいたします。最後まで残っていただいてありがとうございます。聞いてください。今朝は平和で豊かな国、信じ合える人ばかりだけど、明日はどうなることやら誰もわかりはしないさ。今朝は今朝は今朝が
座禅を組むことになっているんですけれども、とても楽しみにしているんですが、歌っているときよく思うのは、あまりいらないことを考えたらダメだなって思うんですね。でこうやっぱり無の境地に行ったとき、誰かに届いている気がします。なんか少し似ているものがあるのかなと、瞑想するその気持ちに似ているのかなと思っていますが、自分をこう見つめ返すと、こう、とても社会とは外れたことがあったり、一般では正しいとされていることができなかったりすることもあるんですけれども、私がこう今生きていく中の課題としては、自分の答えを出す、自分の答えで生きていくことが、私の課題であります。そんな歌をいつも作っております。では一曲聴いてください。晴れとけ、それはその日にできた。
晴れとけという歌でした。ちょっとお茶飲みます。晴れとけという言葉をインターネットで検索、いろいろいい言葉ないかなと思って検索してたら、晴れとけっていう言葉が出てきて出会ったんですけれども、晴れというのは晴れの舞台とか行事ごとという意味らしいです。でけっていうのは日常という意味らしくて、昔から皆さん行事ごとやお祭りごと地域のねで心癒されてまた日常に戻っていくという、そういう風な意味で私は捉えているんですけれども、昔からやっぱりそういうことってあったんだなって思うんですけれども、私たちもこうやって舞台に立って晴れの舞台に立って歌わせていただいているので、少しでもね皆様に何か持って帰っていただけたらなと思いまして作った曲でした。晴れとけという曲でした。そうですね、本当は私は島田家に嫁に行ってよかったなと思っているんですけれども、そうですね、結構かっちゃんと出会うまではさまよう女でございまして自分でなかなか正しいことを決められませんでした。そしてずっと迷って、誰かに答えを求めていた気がしますが、島田家と出会いまして、それがすごくできるようになりました。こんな嫁でいいのかしらと思うぐらい素の私で島田家に行く私がいることが私が一番びっくりしているというところがあると思います。お母さん大丈夫ですか？私あ、よかった、さっきも加藤めぐみが震災の話をしていましたが、私も震災の出来事があってからずっと歌い続けている曲があります。悲しいなって思うんですけれども、なんか私たちは経験していないのでなかなかこう受け止めるっていうところまではいけないんですけれども、悲しい気持ちとかも分け合うことはできるかなと思っていて、こういうところで歌わせていただいています。カバー曲なんですけれども、震災が起こってから出会って、あ、これを歌わなきゃと思って歌っています。いきますね。言葉にできない
酒を飲み込んで果てせぬあの頃の夢はもう泣きわめいてた。あ、そうか。ややこしい子供でした。私も結構そうだったんですけどね。今でも涙が出てしまいますね。大人になったんだよ。すごいね。余裕は。かっちゃんは今28年ものですね。28年ものです。私は36年もので、年上なんですけれども、結構面白いもので、かっちゃんがすごくできるところは私ができなくて、私ができるところはかっちゃんができない、いいバランスをとっているなぁと、二人で、まあ、半人前ぐらいな感じでいつも生活をしていますが、振りすぎたかっちゃんに、いやほんま、最近思うのが、はい、ほんまに、うん、こう同意を求めてほしい、 いや求める時ってあるじゃないですか、夫婦でこう、なんやんなって言ったら、そうやなって言ってほしい時ってあるんですけど、
ほんまに反対の性格で、何々やんなって言ったら、いや、それ違うと思うわって。ほんまに反対の意見を言うから、あんまり意見を求めすぎると、逆にイライラしてくるんですよ、こっちが。だから、あ、今日はいけるかな、俺が今日はいけるかなっていう日に話を振って、で、あ、今日は話振ったら、俺、多分精神的にあかんわって思う日は、もう何も言わんとこ。そうですね。まあ、基本的にあの、お互いがお互いの思うように生きたいなというのがあの夫婦の中のね、うん、あると思うんですけれども、結構言い合ったりはしますね。でも結局2人とも無理ができない体質なので、結局自分がやりたいようにやっているというのが最終的な結論になっているといつも思うんですけど、そうですね、私が思っているだけでしょうか。いや、大丈夫本当にね、とっても穏やかに過ごせていると思うんですが、私だけ、いやいや、あ、いいよ何、残念な報告が、何、あ、いいのよ、そんなことは。あ、失礼、うん、次行こう、ほら、ね、ほら、また反対の意見、次行こう、次、あ、そうなんか、俺が墓穴掘っていきそうやから、やな、あんまりこう夫婦で舞台に立った時にお互いで会話をするとわだかまりが起こるんですよ。だからあんまりステージではかっちゃんが喋らないようになってるんですけれども、ちょっと喋ってしまいましたね、はい、それでは次の曲いきたいと思います。次の曲は音楽をし始めて出会った人たちに一緒に頑張ってこう成長していこうぜっていう気持ちで作った歌です。NEXT ONE YAY!
ネクストワンという曲でした。やっと最後の曲ですよ皆さん、ありがとうございました。明日は皆さんお仕事もあるかと思います。本当にここにね来てくださって、集まってくださって、そして最後まで聞いてくださってありがとうございました。もう一回お茶飲みます。はい、それでは私が作った曲の中で、私が一番大好きな曲を歌いたいと思います。私はリハビリの仕事をしているんですけれども、障害を持った子どもたちにも会うことがあります。その子どもたちが歌をね歌うイベントがありまして、合唱するイベントがありまして、それに参加したんですけれども、その子たちがすごく無邪気に恥ずかしそうじゃなくそんなもんなくて、ただ楽しい楽しいって純粋に歌ってる姿を見てすごく感動しました。あの子たちは多分本当に自分が欲しいと思ったもの、興味を持ったものしかなかなか情報を得ることができないと思うんですけれども、なんかそういうナチュラルな人間をとても好きだなって思って感動したんですけれども、そんな思いを曲にしました。聴いてください。ナチュラル。思い助け合うこと
これが島田家の大元でございます。あの時々この辺に来て、どっかその辺あの散歩あの丸坊あたりとか愛嬌あたりとかこの町並みをうろうろしておりますので、あの島田って言いますから声かけてください。あの年に 2,3 回多い時4回5回来ます。必ずどっかあの集まってます。あの海産物が好きですので、はい、どうぞよろしくお願いします。またあのこういう機会ができたらありがたいなと思います。本堂の中、儀式ばっかりで使ってみますけど、こういったまったりとした本当に時間が過ごしたことをありがたく思っています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは本当にありがとうございました。今日の、この、アコースティックライブ in 延暦寺を、終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。皆さんお気をつけてお帰りくださいませ。ありがとうございました。たまるちゃん、はい、配信されてますよ。まだ映ってるよ。ピンポケピンポケ。はい、ノンブレーキでした。おやすみ人口。さよなら。おやすみ。バイバイ。